明日東京では予想最高気温24度ということで、京都の気温差かなり大きくなりそうですね。そうですね、はい、だいぶこう空気の方が少し入れ替わるというところもあるのと、はい、あとは天気的にも、ね、少し雲が多いということもあって、はい、まあ、どちらかというと特に夜になると、ね、ぐっと気温下がるような感覚になるかなと思います、はいはい、まあ、実際にこちら関東エリアの方の予想気温30、はい、今日から3日の月曜日まで出ているわけですけども、はい、今お話しした通り明日9月1日の東京の最高気温は24度、まあ、最低気温は20度ということで、まあ、それ以降も全てのエリアでもう30度を達するところはありません、まあ、24、5度前後というところがだいぶ多くなるので、だいぶこう季節感といいますかね、空気感が変わってくるかなといった状況になりそうです、はい、朝晩人によっては肌寒さも感じられそうですね、はい、はい、そしてこちら気圧配置など関係しているんでしょうか。はい、じゃあ見ていきましょうか、はい、こちらの方ですけども上の段が2日3日4日水木金土です。下の段が5、6、7、はい、日月火なんですけども、この前線の位置見ていただくとですね、だいぶこう南の方に来るんですね。そうなってくるとこちらはちょうど秋の空気と夏の空気をこう隔てる前線となりますから、まあ、この後は少しこの秋の空気の方に覆われやすくなってくる。ただ前線が停滞するのでちょっと雲が多いかなと、そんな天気にはなりそうです、はいはい、アイコンで見ていきましても曇りや雨のアイコン続きますよね。そうですね、こちらの方見ていただくと、まずは3日まではだいぶこう広い範囲といいますか関東エリアは雨の日が多く、まあ、それ以降は曇りがちなんですけども、どちらかというと曇っている中でも少し雨寄りになる日が出るかなといった流れとはなりそうです、はい、最新情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧ください。